はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も最強姿勢決定戦続きをやってまいります。今回いよいよですね、最終回となります。そして無印三国志14、これもおそらく最終回となるでしょう。いよいよ明日からは PK だと意気込んでまいります。そしてこのシリーズ残るはあと2都市、張飛軍、張氏ですね、決勝戦を行っております。この2都市を制圧しまして、お待ちかねのエンディング閉会式ですね、行うことができるのかできないのか考えただけでワクワクしませんか。今日も楽しんでゲームをやってまいりましょう。さて、閉会式ができるかできないかというのをですね、問題にしておりましたが、我々北兵囲んでおります。早速でございますね。まずは1都市目行こうかなと思っております。大使は各省ですね、すごく硬そうな感じがいたします。まずはですね、ニヘックス外イーシャンテン状態ですね、進めてまいりましょう。早速ですが、北兵工場を開始いたします。敵兵は出てきませんね。結構な包囲数いっておりますね。出口は3箇所ぐらいですね。次のターン出てくるか。おっと、いきなり3連携正射だ。さあ、このターンも敵兵出ずに、おっと、すごいすごいすごい、また3連携。まあ一族は最強だ。そして北兵の耐久は半分になっていく。混乱っぽいのも入ってますね。残りの兵数2万700人、申し上げます。曹操が張飛軍に引き抜かる。バカ野郎、芝居陳旧曹操、野望が高いなあいつらは。芝居陳旧曹操、3人とも捕らえた暁には縛り首だ。理事の統率1上昇して64、任天堂理事出さないですねって言ったら、言ったら出してくる。毒の王子をいかがかな。1025ダメージ。そして最終段階、城壁はもうボロボロだ。理事の全状態以上入りまして、城兵もどんどん減っていきますね。雨金まで引き抜かれた。円っていうことは、円っていうのは 何かな、架空の国かな、ネバーランドかな、そんな国ないと思うんだけど。おっと、ここで包囲占領、無慈悲な包囲占領が北兵を襲っていく。さあ、我々も結構走り続けております。そして北兵陥落。ついに張飛軍残り1都市となってしまった。我々はあと少し、あと少しのところで終わりを迎えようとしている。馬長が入場。捕らえたのは45人。この中に裏切り者はいるのか。見事にこの中に裏切り者はいない。どうなっているんだ。逃げ足だけは早いのか。まあいい、全員ファーリャー。もうずっとですね、入場しないで頑張ってくれているですね、仲間もいますね。神戸くん、ずいぶん兵余らしてんな。神戸くん、これ攻めてないね、やっぱりね。バレちゃったね、攻めてないもん、減ってないもんこれ。ああ、バレちゃった。脅威こんな減ってんのに、5倍はサボってるってことだよね。この北の果て、城兵続々と上陸して包囲をしようと、まあ一族進軍しております。シリーズ最後、そして三国志14実況最後のターンがやってまいりました。城兵へ向かって攻撃を開始だ。まずは馬鉄の豪華、そしてマグンダン連携ゲイハだ。趙燕が燕に引き抜かれた。燕ってなんだ、どこの国なんだ燕って。
あ、ツバメか。腸炎がツバメに引き抜かれた。あ、腸炎もツバメって字入ってるもんな。ならそういうあれだ、ギャグだ、ギャグ。うん、冗談をね、スッと入れてくる。このゲーム面白いな。なんかやっぱり張飛が大使のせいかすごいあれなんですけど、痛いんですけど。あ、でも閣下の混乱入りましたね。これは決定的か。お、寛平君やりましたね。今寛銀平と一緒に火を打ちましたよ。初めてじゃないですか、寛平君今人の役に立ったの。そして馬鉄の統率上がって70に高い。上兵、あっという間に最終段階。それもそのはず、なんとバリューバリューセット、ここでもお届けだ。最果ての地、北の最果ての地でもバリューセットは届けられる。そして最後のターンになるでしょうか。上兵、耐久は最終段階。上兵の上兵は1万4000人を一気に切り、諸葛閣の混乱からの毒の味はいかがか。毒の味はいかがかな。1500ダメージ。そして上兵の城壁は沈毒でまみれて崩れ去ってしまった。溶けてしまったのだ。城壁制圧。最後の士族長子は滅亡してしまった。馬長入城だ。捕虜はなんと133名、全員豊って言いたいところだけども、我々裏切り者は忠せねばならぬ。いたぞ芝居。そうそう、チェンキュー。この3名だな。あとはなんかツバメとかいうなんか架空の国に行った。まずこの3名以外全員豊。130人のうち何人来るかな。82年失敗したということは48名48。トイオ、役に立ってみせよう。尊敬な固有ボイス使えても良いですが、果たしてそれがしを飼いならせますかな。飼いならされたらどうする。逆に何くれんの。100万円、100億万円。尊敬な48人の登用に成功しました。さて、言うこと聞かねえ奴らがいるっていうことだな。わいらの言うこと聞かねえ奴。しょうがないな。ではこの芝居、そうそう、陳旧以外、どこへでも行くがよい。君たちを拾う君主などもういないのだが、そう、夢の国ツバメに行ったらどうだ。うん。そして3人残りましたね。貴様に囚われ世に襲名を残すことになろうとは不甲斐ない。中達が言った。この曹操を縛るとは無礼な。早く縄をほどけ。曹操が言った。ここでたまらずトーマスが出てきた。縄ほどいたら殺せないだろ。是非もなし、是非もなし。トーマスは我慢ならなかった。そして陳旧、敗軍の長に語る言葉などない。トーマスは言った。大丈夫、もう口聞けないから。読み切れなんだか。喋ったね。目の前で二人処断されて、芝居もさすがにたじろいでいる。トーマスは言った。処断、解放、捕虜、選ぶがよい。東洋もあるぞ。さあどれにする。処断、好きにしろ。好きにしろ。好きにしろと言ったらトーマスは切ってしまった。中達ともあろうものが息急いだか。結局3人とも処断してしまった。この後に及んでまだ引き抜かれているツバメというおとぎの国、みなそこに行ってしまう。そんな中師匠が士官を求めている。仲間になりたそうに士官はこっちを見ている。受諾、よし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 。ペロ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 。師匠かわいがろう。重宝ともされる師匠が士官を求めています。おお、どんな師匠だろう。さぞかし気ぐらいの高い立派な人物であろう。賊やないかい。賊の頭やないかい。もう拒否。そうですか、馬長殿の帰化なら大業を成し得ると思っていましたが誤算のようです。
こういうのをですね、獅子心中の虫って言うんですよね。寛陽と申される逸材が仕官を求めています。ボンカラみたいな顔しとるやないか。まあ、受託忠義を尽くせ。よろしく頼む。よろしく頼む。もうタメ口聞いとるやないか。ずいぶんずら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 やってくるな、これ。もういらないいらない。締め切り締め切り。もう締め切りだって。しつこいな。あ、これは石棺。ウィキペディアには載ってないのに登場してくる。すごいですね、三国志14は。石棺はあれですよ、豊の口喧嘩相手。ほら、剣王武将豊、宿命のライバルですよ。気にならないんでしょうね、お互いね。拒否。ふん、私めに行くあてがないわけではない。ないよ、だってもう君主いないって言ったの。これからエンディングだっつうの。仕官出奔。ここで出奔とは。芝縁もか。そうか。ああ、そうか、芝居を切ったからか。あらあら、芝家が。ああ、ええ、あー、そうそう、切ったからか。ああ、こんなに出奔されたの初めてだよ。こんなに出奔してくる。あ、テイクもか。あ、呂布、呂布なんで呂、あ、陳宮か、陳宮か。これは大変なことになった。最終回でこんなに出奔させたやついるのか。こんな、あれ、エンディングが出ないな。おかしいな。残りの勢力、ハム孫、ハム孫ってなんだろう。あ、ここかな、この夢のツバメの国。あ、コウソンさんか。ずっと引っかかってるやつだ。あー、コウソンさんね。すごいですね、これ初期からずっと引っかかってましたからね。どうだっけ、我々まずここに呂布がいて、呂布と戦うかどうかってところで確かもう引っかかってましたよね。もうその時にほぼ最初から引っかかってましたよね。で、誰も面畜感入れてないから、これ面畜感の耐久ずっと治らない。すごいな。じゃあ我々杭州、いや指導か、指導に移動した方が早いですね。生徒までは最後の大遠征行ってみましょうか。お、長領が仕官してきましたね。いやー、感心感心、長領くん。君をですね、生かしておいた甲斐がありました。拒否。馬上殿のもとならば、それがしにも働き口があると思ってましたが、残念です。募集終わってますから。すみません。ひどいね。ほんとひどいね。馬上様。長玉殿と申される逸材が、ああ、これは逸材だ。なるほどなるほど。長玉を持ってすれば生徒を責めるのもたやすいだろう。拒否。馬長殿のご異名をしたって三河を越えてきたのですが、残念です。募集終わってますからちゃんと見てください。馬長様、長玉殿と以下略。拒否。仕方ありません。他を当たりましょう。ツバメに行くのかな。各城受諾。人手がね足りなくてね。うん、ありがたい。人手がね足りなかったんですよ。課金という知者が拒否。募集終わってますから。諸葛丹。なんでだ諸葛丹。なんでだ諸葛家。誰。ああ、そうか。あー、まだ止まらないよ、止まらないよ。おい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 、おお、宗家が今度はツバメという名のネバーランドに引き抜かれ始めた。ダメだよ、そこは夢の国だ。宗将までか。あら、これ攻めてない。あれ、ついに動き出したぞ。最後の最後に動き出したぞ。なんでだよ。今まで何十年と止まってたじゃないか。なんで動き出したこれ。なんだこれ、どういうことだ。なるほど、これは最後を盛り上げるためにずっと取っといたんだ。力を貯めていた。溜まってるね。じゃあこれは20年ぐらいはね
力を貯めてたわけだ。素晴らしいね、その発想。分かった、我々正々堂々と戦おうじゃないか。まず我々の不遂感突破してみせい。どう攻める？早順が縁、もう早期は全部縁に行くな。これ芝坊、芝家もこれ全部縁に行くな。ではまず我々席にてお迎えいたそう。正々堂々と戦おうではないか。突破召されるがいい。まだですね、移動がまだ間に合ってないんですね。もうちょいですね、このターンでいけるのかな。次のターンで来るかな。ちゃんと揃ってからですね、我々は正々堂々と戦うんで。お、引いていくか。いや、そんなことはない、これスイッチするんだ。なるほどなるほど、これ最終的にこれ兵器入れる気だ。そうはいかんぞ。さて来ましたね、主力全員指導に入った。では主力ですね、席へ進みます。しかしここはですね、リジュですね、まずリジュを前に立てて駆逐しましょう。さて不遂感落とされるかどうか。お、すごい速さ、馬長がやってきました。一旦で来れるんだ、ここすごいな。一方甲州からですね、イフリート周遊、このシリーズでですね大活躍しましたね。そして序盤活躍しました火竜、そして今田軍師、各ですね活躍したメンツ行ってもらいましょう。不遂感、妖怪の投石機入れられてしまいました。これは落ちてしまうか。さすがに投石はまずい。あ、もう耐久が3分の2ぐらいになっている。おっと、しかも旅夫だ、そして雨金だ。この裏切り者どもめ、この数がやってくる。どこにこんな数がいたというんだ。これいいじゃないか、最後にふさわしい。我々は正面から受けようじゃないか。まるで止まっていた時計が急に動き出したかのように、高村さんは活発に動き始めた。毒の味はいかがかな。毒の味はいかがかな。こんなはずでは、こんなはずでは。ずっと止まってましたね、高村卿ね。一番先頭でね、一番悪いの高村卿だと思いますよ。さあ、リジュの守り耐えられるか。ライドウ撃破、ライドウもですね最初から引っかかってましたね。あと最初から引っかかってるメンツはこの高村さんだけか。うん、しかし不遂感持つか。これ火をつけられた。いや、これはやばいかな。おっと、雨金が引く、呂布高村ども引く。あ、孫権が引き抜かれる。なんでだよ孫権、ひどいな。あ、さすがリジュ守りきりました。たわいもない沈黙が効いたようだな。よし、敵は逃げていくぞ。では我々正々堂々とリジュを先頭に面築艦を落とすのだ。正々堂々と席を落とすんだぞ。うわ、4万2000一気に出してきましたね。これは生徒を守る気だ。あ、そしてここか。これはきつい、これはきついぞ。当たる、おっと、豪華3連チャン。これはなかなかやりましたね。ナイス馬鉄。大体なぜこの正々堂々としたルートじゃないのバレたんだ。これやはり悪戦身につかず。お、なかなか強いな、やばいなこれ。馬長が解ける、馬長が解ける。ああ、馬鉄、いや、さすが極級強いですわ。なんとか雨金を倒して前に進みたいところ。足止め、そして正射連動。うわー、すごいな。まずいまずい、馬長がもう2000しかない。これはもう面築艦を落としてですね一回チャージするしかないですね。妖怪が来た。妖怪ってさっきまでツバメチームにいたじゃない、スワローズに。スワローズから FA か、自由契約か。断る、うちはもう選手枠ギリギリなんだ。もう給料もいっぱいいっぱいだ。1万円なら出す、年俸1万円なら。一方こちら生徒南側、ここには裏切り者の呂布だ。やっぱりですね、呂布は裏切ってこそ、裏切られてこそでございます。呂布と海遊が戦っている。そしてイフリート火を放っている。太子寺もいるぞ、郊外もいる。こちらもちょっと面白いですね。一方面築艦ですね、まずこれはですね、勇敢なですね
死を賭して戦う部隊ありますよね。関寧なんかもね、樹種港の戦いでね、こう勇敢な戦士を募って攻めたっていうね話がありますよね。この勇敢な4部隊メンチク艦を落とそうとしています。バリューセットが間もなく到着。どうでしょう、生きてるでしょうか。いや全然犠牲になんかしてませんからね、削れるとこまで削ってもらうだけです。さてさて、馬長が気になりますね。なんとか雨金は倒せるかな。雨金撃破だ。裏切り者め、首をはねればよかったのに。そして高尊度を囲んでいく。一方こちら呂布ですね。もう846決まりましたね。イフリート決まりました。進化系、これはどう見てもやってますね。これにて呂布はもう壊滅でございましょう。生徒残り11000。しかし高尊さんの現役武将、さっき40人だったんですけども、もう10人ほど増えましたね。続々とですね、大阪冬の陣夏の陣のごとく浪人どもが身を寄せている、そんな感じでしょうか。呂布撃破、さすがに呂布は持たなかった。一方我々ですね、この正当なルート正々堂々と高尊度を倒しました。正面切って行っております。迂回ルートなんて使っておりません。あら、メンチク攻撃隊一人やられてしまいましたね。退却を指示していたんですが、よし、メンチク艦落とせるかどうかでこのシリーズクリアできるかどうかがかかっている。どうなんだ、すごい勢いで引き抜かれ始めたけども、どうなんだ、正面切って攻めていこう。おっと、ここで沈毒だ。毒の味はいかがかな。1800ダメージ。表から正々堂々と戦っております。裏から挟み撃ちなんてしていない。お、バリューの統率上がり94。すごい、バリューセットも94なんだ、すごいな。お、これはもういけるんじゃないか。沈毒が効いてるうちに、ほらもう両側から壊せばいいんだよ、こんなの。もうどん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 やればいいんだよこれ。もう正々堂々となんかやってらんないよ、最初から。勝ちゃいいんだよ、何でも勝ちゃ。よし、メンチク艦突破。これで我々を遮る席は一つもない。やっとここまで来たんだ。呂布を捕らえた。あ、そういえばさっきから呂布がチラチラ見えてましたね。そうか、ここは呂布命乞いをしているな。縄がきついぞ、縛るならもっときつく絞ってくれ。分かった、問いよ。ふん、貴様がこの呂布を使うのだ、10年早いぞ。トーマスは言った。10年待てない。やめろ、後悔するぞ。呂布はトーマスに切られてしまった。さあ、メンチク突破ですね。ここで一旦馬長をしまってですね、出し直したいですね。高尊度、これは高尊家の人だ。東洋来るんかい、白状者。いよいよ決勝戦開始だ。生徒、我々攻め込んでまいります。これが最後の攻城戦、囲んでまいります。官兵一番乗り、そして馬長入りましたね。馬長馬頭、あとはバリューセットが届けられれば問題ない。核の挑発入りました。お、官兵君、最後の最後統率上げていく。82キューティーハニーだ。チュクチュクしちゃうんじゃないの、カンペイ君。チュクチュクしちゃうの、いけないね、カンペイ君。今戦いだっつうのにチュクチュクしちゃう。よし、バリューセットスムースイン。そしてここで燃やしてくる。リクソン極炎、リクシのリクソンだ。そして生徒、なんと耐久が半分になってしまった。なんということだ。おっと、出た、マグンダコブからの戦車が入ってますね。そして最後の最後、毒の味はいかがかな。毒の味はいかがかな。これで生徒は全状態以上入っていく。おそらくこれが最後のターン、最後の攻撃になるでしょう。生徒、最終段階、このターンでこのシリーズも終わる。
残り2000人連携周遊郊外周氏公子そして生徒が陥落あまたある姿勢の中マー一族はついにこの優勝の支配受け取る時が来たのだ最後まで勇ましく戦った高尊氏またの名をスワローズ準優勝ですおめでとうおめでとうスワローズ準優勝実質優勝ですからねもうプレイヤーは負けませんからさて39人しかねいませんでしたねなんか50人ぐらいいたと思うんですけど時空の彼方に消えたようですまあ全員えフォアリア捕らえちゃいましょうそして全員マーという姿勢になりましょうね273年5月リャオ軍が天下を統一しましたさてさてこれは何百年かななんかかかった時間で200年300年400年と差があるっていうねコメントいただきましたね200年なんか私200年多いのはあれですねやっぱり時間かかってるからっぽいですねかなり時間をかけておりますはいということでこのシリーズもなんとか終えることができましたありがとうございますいや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 このですねタイトなスケジュールもう最後の方これ間に合わないと思って神前使っちゃいましたけどできればですね神前など使わないで一つ一つ丁寧にですね脱落させていきたかったと思っておりますもう一波乱二波乱ね起きたんじゃないかなと思いますがいやこれでですね三国志14実況シリーズ最後になると思いますやっぱり皆さんに見ていただいてなんとかやってこれましたありがとうございますあとですね三国志14実況のハイライト集みたいなのを作りたいって言ってお知らせの方にですねあの投稿しましたところ結構な数結構というかかなりの数ご意見リクエストいただいております誠にありがとうございます参考にさせていただいてなんとか PK 始まる前に作りたいなと思っておりますけど多分もう間に合いません PK の動画作りながらになると思いますまあ、なんとかですねそこも面白い動画を作ろうと思いますのでよろしくお願いいたしますそして今回も最初から見ていただいた方途中からの方最後までご愛顧いただきまして誠にありがとうございます次から PK なんとか楽しい動画作ってまいろうと思いますよろしくお願いいたします